はい、こんにちは。こんにちは。かわいちゃん密談ラジオ出張版。うん。今日は滋賀やってまいりました。俺毎回言うけどだよ、あれ終わってなかったんだなっていう。そうそうそう、うん、こういう時になるとガッとこうね。さっきね、朝ね、お客さんに言われた、うん、なんかもうやる飽きたんでしょって、うん、いや、うん、そうじゃないんですよっていうことだよね。今日は滋賀のローグソン店ですよ。だからど真ん中には、うん、ローグソン店店長の中村さんに座っていただいてます。はい、いただいてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。本当にたくさん集まっていただいて、うん、集まりましたね、なんかね。本当にありがとうございます。うん、駐車場見てたら車のナンバーを見てたんですよ。はい、いろんな、そうなんですよね、他府県からいっぱい来てますね。うん、いや結構来てるけど、この男臭い感じどうですかこれ。いや美女もいますよ。あ、美女ももちろんいます。美女もいますよ、はいはい、ちびっ子もいますよ。ほぼワイルドおっさん。おっさんです。うん、黒か茶色のおっさん。そうですもん、茶羽ゴキブリみたいになってるね。本当に、うん、これね、ちょっと今日新しい試みね。おう、ちょっとお客さんはこっちから撮っちゃおう。おお、いいね。動画入れちゃうよ。すごいよ。あの、顔を出せない人顔隠してね。はい、ゆっくりいくよ。これね、不思議なもんで、不思議なもんで、あれなんですよ、いっぱい来てるね。でもね、うん、多いですよ。そうね、不思議なもんでね、なんかね、ライダースの人こっち寄り意味、うん、でミリタリー系こっち寄り意味っていう。本当ですね。なるほど、こういうふうに分かれて分かれて、はい、なんのあれもないんだけど、あ、確かに本当そうだね。うん、うん、結構ね、でもね、パッと見分かる範囲で、うん、いろんな革ジャン着てるんですよ。うんうん、そうですね、ですよね。はい、もうローグスさんで扱ってないブランドもいっぱいいますもんね。確かにね、うん、まあそこはいいんですよ。いいんですね。大丈夫です、はい、そこは全然大丈夫です。うん、はい、だってルイス・レザースが一人、二、うん、人、ルイス・レザースの人が扱ってないブランドね。扱ってないですね。いいんですよ、いいですよ、ね、はい、HTC はそれはショット、はい、ショットと HTC のコラボで、はい、あれとかね、はい、でこっちはミリタリー系はどこが多いですか。バズ、うん、バズ、バズ、マッコイ、おマッコイ、あ、なるほど、マッコイ、マッコイ、バズ、バズ、はいはい、バチバチですね、バチバチですね、ここはね、はいはい、ここバチバチ、いいです、いいです。中村さんはこれダブルヘックスです。かっけえな。ちょっと待って、違うよそれ、うん、違う、ちょっと違う。ダブルヘリックスね、ダブルヘリックス、ダブルヘリックス、はい、で、ちょっとかぶっちゃったんだよね、今日じいちゃんタイプ、じいちゃんタイプ、あ、そうですね、そう、なんでこうね、もうなんかいろんな革ジャンっていろいろあるんだなって今日勉強させてもらってます。うん、いやでもね、こっから見るとそんなにいろいろねえんだなと思いますよ。あ、なんかいろんなブランドが出してるのに形ってそんなにねえんだなっていう、確かにね、うん、そういう見方もできる。あ、うん、ね、まあまあまあ、だいたいね、なかなかね、近所の人が見たらね、うん、全部一緒だもんね。全部同じですよ。そう、ね、そう、うん、確かに。でもね、今日ね、はい、まあまあいつものごとく、うん、テーマ何にも考えてないんですけど、うん、今ね、こう見ながら、お客さん見ながら、うん、ふとひらめきました。はい、テーマをここも見て、うん、革ジャン違うじゃん、あなた A2、 それはバズ・リクソンズの赤リブです。赤リブ、エアロレザー、はい、タイプのやつだね、うん、はい、でしょ、うん、で、こうダブルヘリジージャンタイプ2人かぶっちゃって、はい、うん、ね、俺バックラッシュとリーのコラボのやつ、うんうん、こう着てきたんだけど、扱ってねえやつな、扱ってないやつ、扱ってないやつね、はい、ローグス扱ってないけど、ほんと全然ダメだな俺。なんだけど、うん、面白いのが、うん、ボトム、うん、ボトムス、うん、こうみんな三者三様でしょ。そうだね、ですね、靴とパンツが、うん、みんなね、結構ね、かぶってないんですよ。確かに確かに、上はね、うん、似てるけど、うん、そうそう、 A2 勢がそこ並んで、うん、招待組んでるんだけど、そうですね。あれもスコードロンって言いますからね。ああ、 A2 勢は、はい、パンツも違えば、うん、帽子も違う、これ、うん、俺動画撮っとかなきゃいけないですね。、うん、ごめんごめん、ほら A2 勢は、うん、パンツが、まあ、ジーンズ2人、2人とも5ポケットかな、あそこはね、うん、で手前はチノパン、もうこれ完全軍人ファッションね。そうですね、軍人ファッション、うん、だしライダースなんてスラックス、そうです、スラックス履いてらっしゃる方もいれば、
ダメージのジーンズもいれば、うんうん、ごめんなさいね、あえてど真ん中に今スカちゃんの方がいるんですけど、うん、そう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 、だけど後ろの方に行くとね、ウールのスラックスの方もいたりとか、そうですね、こちら革のシャツ、革の、シャツ着てる方はこれパンツはこれなんて言ったらいいんですかね、フリーホイラーズの、あーなるほど、横にポケットのついたね、はい、うん、なんかすごい、でこっちも、うん、まあ、デニムとクラス系も、ね、これはどうした、おじいちゃんから譲り受け継いだみたいな ね、うん、そう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 、すごい、こういうのもあるし、うん、これちょっと僕ピケですね、ピケで、はい、ちょっと丈短めで、うん、そうですね、あだ名くるぶしって呼ばれちゃうやつね、うん、はい、そうですよね、すんたらずね、すんたらず、すんたらずもね、しかもローハー合わせちゃって、はい、今日上級者も上級者なんですか、お見合いでもあるんですか、うん、ちょっとね今日はマイケル・ジャクソンを、なんか ね俺気になってたの、さっきからさ、うん、いろいろこう会場うろうろしてたでしょ、うん、中村さんちょいちょい上着返してたのよ、はい、なんかしないけどお色直ししてんの、お色直ししてなんかあんじゃねえかなと今日はね、はい、落ち着かないよね一番ね、なかなかね、でもやっぱり店長だから、うん、今、まあ、売りたいものをこう着なきゃいけない、うん、で多分これね、うん、ログスさんが、はい、ディスプレイしてくれたんです、うんうん、僕ら何もリクエストしてないけど、うん、多分 A2 売りたいの、はいね、だったら A2 着てきてくださいよ本当にそれが A2 着ないのがやっぱリアリティじゃないですか、よくわかんないけど、よくわかんねえなまあまあでもそういうことにしときましょう、はいはい、で、パンツ、軍パンでしょ、俺軍パン、シャナナミルかな、シャナナミルの軍パン、うんうん、そうなんだからさ、うん、ボトムって革ジャンって、うん、あ、なんでもいいんだ、だってあちら、ちょっと映しちゃうよ、うん、あちら、スカートよ、そう、うん、そうですよ、しかも表柄の、はい、ね、うん、上半身全部真っ黒なんだけど、うん、下半身で主張してる感じのね、うんうん、いや相当インパクトありますよね、すごいですよね、うん、もう皆さんね、いろいろすごいですね、もう商売し放題です ね、いろんなボトムズあるから、ね、うん、でも実際どうなんですか、うん、革ジャン、どんなのおすすめしてるんですか、パンツは今革ジャンに合うパンツ、今年は、ええ、でもね今年は本当チノが多いです、本当にチノ、はい、うん、デニムはもう当たり前というか、うん、もう本当に相性抜群なのは皆さんご存知だと思うんですけど、うん、やっぱりね結構チノパンがすごく、まあ、トレンドといいますか、うん、はい、ミリタリーチノも含めて、うん、はい、チノね、はい、そうです俺ね、うん、まあ、トレンドのことはよく分かんないんだけど、うん、自分自身も最近すごいチノパン履くの、うん、俺チノパンってさ、うん、みんな意地悪なんで各メーカーさん、うん、俺のサイズねえんだよだろうなそうなんとなくねなんか想像つくよ、でこの中でも、うん、いらっしゃる、うん、俺みたいなデブ、うん、なんかね、うん、はっきり言ったスタッフの方にもいるんだよ、うん、でもうね、うん、デブに優しいチノパンは、うん、今ジェラード、うん、40インチまで出てるんだよね、うん、はい、ね、あ、40って、うん、上着のサイズじゃないんですねなるほど、うん、そうそうなんだ、あでも40だったら全然いけるでしょ、40だったらギリギリいける、うん、じゃあ36とか38で止まってるの、うん、チノパンって大体、うん、あなるほどね、作ってくれてないんですよ、はいはいはい、だから、うん、まあいろいろ考察はあって、うん、チノパンもミリタリーじゃないですか、うん、だから ミリタリー軍物ね、当時の、うん、レプリカで作ってる方々からすると、うん、そんな太った兵隊いねえよっていうね、うん、正解どういうふうに戦えというのだみたいな、そうそうそう、そうなるもんね、俺盾だもん、うん、戦場行ったら俺盾、うん、弁慶みたいな感じで、うん、ガーッと立ってね、まあ、多分さ使われちゃうんだと思うんだけど、はいはい、だからミリタリーパンツね、あんまり太いのないですよ、うん、ジーンズは最近大きいの増えてますよね、うん、まあ、そうですね、うん、ローグスさんもどうですか、大きいサイズは売れます、あーっとね、本当に売れます、まあ、でもうちは本当に、うん、これ聞いてる大半の人関係ない話ですけどね、うん、いやいやでも本当大きいサイズ売れるんですよ、あーやっぱそう、はい、はい、トップスでも 2XL、うん、よく売れます、44相当、はい、結構今ね、うん、そのほらぽっちゃりな方だけじゃなくて鍛えてる方もいるじゃん、うん、そう、鍛えてる方ってやっぱり普通のサイズ、そんなに全然太ってるに見えないけど普通のサイズ着れないんだよ、うんうん、やっぱ下胸とかもすごいことですよね、そう、胸もすごいし、うん、下も鍛えてる人って足太いしね、うん、あ、うん、
ていうのもね、だからそういうニーズにも合わせてきてるんじゃないかな。チノパン、チノパン、エーツ、チノパン、それどちらが入ってるんですか。あれそれチノパンですよね。軍パン、あ、チノパン、ジェラード、ジェラード、ああ、やっぱガタイいいですからね。サジキですか。40、ね、チノパン、やっぱ A2 にチノパンっていうのはね、うん、王道の組み合わせ、もう餃子とビールみたいなもんですよ。そうそうそう、そうですね、うん、ですよね、うん、だからそう、チノパンはでもまだ2人しかいないんで、うん、もっと頑張って宣伝しないといけない、ね、ところじゃないですか、うん、はい、本当にそう、革ジャン買ったらチノパンがついてくるぐらいなキャンペーンやらないといけないんじゃないですか。ね、そうですね、ええ、もう本当にでもね、パンツの種類もかなり、まあ、チノではないですけど、ええ、ペインターだったりとか、うん、ヘリンボーンのね、ミリタリーパンツもそうですけど、はい、結構その革ジャンを着る幅っていうのは絶対広がってると思うんで、うん、お、はい、そこら辺はこうちょっとねファッションとして、はい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 、どんどんこうプッシュしていきたいなっていうのは思いますね。お、うん、いやなんかね、うん、すごい革ジャンの話しなきゃいけないの分かってるんだけど、うんうん、革ジャンみんな一緒だから、バリエーションはパンツに出るんだと思って。でもこの組み合わせが違うだけで全然雰囲気違うからね。そうですね、皆さん、あとやっぱ帽子、あと靴ですよね。やっぱジーンズにしてもね、細身のパンツ結構タイトめのとかまっすぐとか、でも最近多いのはやっぱりワイドドとかね、あと濃い薄い、はい、色味もね、ね、色味あるし、ジーンズもこういろいろ選べるというか、うん、あなたは、うん、ジーンズは、うん、タイトなの履かないよね。履かない、恥ずかしくないですか、なんかこの年になってタイト？タイト。俺ちょっと太めが多いんだけど、たまにねタイトを履いたことあるんですよ。いろいろ試着したり、あと YouTube とかで、はい、案外ありだなと思うの、ね、うん、自分では、うん、だけど恥ずかしいのね、もうなんとなく絶対にいじるだろう、だってそんなふうにあれ何の細いの履いてんじゃねえのなんていう、だから嫌なんだよ俺は、はい、もう履かねえんだよ、はい、うん、俺タイトのジーンズ履くよ。ちょっとごめん、見たことない。あ、だからタイトに見えちゃうってことだろ。ほんとほんと、そういうことじゃないの。俺らの言ってるタイトってその意味じゃねえから。多分これロブズでも扱ってると思うんだけど、扱ってないかな。ジェラードのスリムのやつ、はい、フロントジップのやつ、ああります、スリムのやつ、はい、あれ40インチまであるんだよ。あります。あとはほら俺履いてんのニットのパンツあるじゃない、うん、ジェラードのさ、 あ、うん、あんなのなんかもう完全にスリムよね、うん、そうですね、っていうテーパーいて、ね、ハンプティダンプティみたいに見えたもんアンド、いやいやいや、いい意味でないい意味でジェラードが悪いんじゃねえからこれっていう、そう、うん、あれもね俺各色持ってるけど、そう、すっげえ履いてるの知ってます。各色毎年結構いいなと思いますよね、パンツとしてね。でもね、スウェットパンツに革ジャンとかね、うん、俺普通に日々そんな、うん、結局何かというと楽なものに行くんだよ、うん、楽、もうこの年になってくるとね、うん、もう皆さんも近い人多いでしょ、うん、楽なもの行くでしょ、うん、だから太めのジーンズ多いでしょ。わかる。だから俺最近ディアとかシープが多いの、変わったよね、だんだんやっぱそう、あ、これ楽だなって思っちゃうね、やっぱ馬着てるとね、うんうん、で実際どうよ、その A2 なんか今サイズ感も、サイズはだから若干ゆったりと、うん、今回40楽、うん、楽、うん、で大襟がない、楽っす、うん、楽なの、全然楽です。大襟あるとないで、この大襟のこの1センチ幅がどれだけ首を痛めつけてるか、うん、まあそういうことです。あ、そう、気にしたことなかった。でもかっこいいんですよ、クッと上がるから、うん、ワイルドに見えるんだけど、うん、全然楽、うん、大襟ないと、うん、皆さん大襟付き、 A2 チーム A2 の正体は皆さん、うん、正体はそうですね、あ、大襟付き、うん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 、まあね、大襟付きがまあ王道な感じでね、うん、ラフウェアとかの着る方も多いですよね、うんうん、だからどんどんそういう楽、うん、楽っていうとあれですけど、まあ若い頃って生きってるからさ、うん、こう細いのにビッタビタのね、硬いのやってこれ手なずけんだぜって言って、うんうん、手なずけてきたわけですよ俺は、うん、ね、何着もの、 そうだよね、そしたらもうそろそろもうなんか共に歩んでいこうみたいな、そういう感じになるわけ。楽な方に、ね、楽な方に行くんですよ。なんすか今楽な、うん、革ジャン、うん、ローグスでおすすめの楽な革ジャン、うん、やっぱり A2 じゃないですかね。 A2 楽、はい、っていうふうに、うん、A2 は比較的楽な、でも、はい、これカスタムしてるけど同じ、うん、これは違います。これはアカリブだけど、アカリブと
ラフウェア。あ、違う、小川が着てるののカスタムバージョン。そうです、そうです、うん、カスタムバージョンです。あ、でも、はいはいはい、馬側の中だったら、うん、ほんと比較的楽ですよね。楽です、これ、やっぱライダースとかってもっとタイトだから、うん、まあなんて言うんだろう、それがかっこいいんだけど、はい、ビタッとこうやるじゃないですか、うん、意外と勘違いされてて、うん、俺この間ね、別によその YouTube をディスるわけじゃないんだけど、うん、G1 着てる方いるんですよ、うん、G1 って、うん、なんかイメージ、うん、襟にムートンついて、うん、こうぼってりしてるイメージを持たれがちなんだけど、うん、A2 より全然タイトですよね。そう、タイト、ちょっと映さないと、はい、映さないと。 G1 の方はね、あの奥の方にいるんですけど、今日 G1 は少数派ですね、目立ってますよ、うん、そう、そうそうそう、うん、だ G1 の方とかって、うん、G1 ってなんかすごいなんて言うんだろう、もっさりしてるように見られがちなんだけど、うんうんうん、そんなにタイトなミリタリーってないもんね、うん、そう結構 ね、 そうね、本当にスマートだから、ここにボアがついてるから、うん、なんか競馬場にいるやつが着てるのと似てんじゃねえかみたいなイメージよく持たれやすいじゃない。確かに本当にね、はい、だけど実際着てみたい、はいって言わないでこれはいって言えてやらないよ。それはね、あの言われますもんね実際。そう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 、はい、真実を伝えないと。そうなんです、そうなんです、はい、ただ着てみると、はい、結構本当にすっきりするんです、はい、うん、そう、うん、だ結構ね、あのあれだね、こうおしゃれ業界人みたいな人が選ぶミリタリーって、うん、圧倒的に G1 多いからね。そうなんですよ、ね、本当にファッショニスタって言われてる。だスラックスに合わせるとか、はい、そういう革靴スラックスみたいな着方をするときには、うん、G ジャン合わせる人、あ、 G1 で合わせる人すごい多いよね、うん、はい、そうですね、うん、だけどそれあれですよね、ファッショニスタをディスるわけじゃないけど、うん、ファッショニスタが G1 来てもゴーゴージェーだのなんだのなんて違い分かりませんから、うん、彼らここにいる人たちは、はい、多分彼も俺の G1 何なんだぜみたいなさ、うん、ちくあったりするわけよ、うん、そこがレザーラバーとファッショニスタの違いだから皆さんがおしゃれじゃないって言ってるわけじゃないんですよ、はいはい、そうそういうこと、あ、うん、あ、そう聞こえちゃった俺の発言は、うん、そうじゃないんだ、うん、そうなの。 G1 は確かに本当にタイトで、うん、ただゴートスキンが主流じゃないですか、うんはい、だからすごくちょっと ね、 ね、伸縮性を感じられるようなね、プリーツもあるからね、そうですね、アクションプリーツついて、うんうん、背中にゴムまで入ってますからね、そうですね、そう、うん、なんでね、確かにそうですよ、ね、G1A2、うん、まあこれレザージャケットのミリタリーだと王道なんだけど、はい、ライダースも、うん、ローグスの一番売ってるライダースは何ですか、ショット？ショットですね、ワンスター、はい、ワンスターが一番多いですね。ショットの方いる今日、あ、いるいるいる、そこに、うん、そうそう、うん、ほら、うん、あっちのいたいたいた、うんうん、うちの坂本ディームなんかペロッと上げてましたけどね、うん、取らないと取らないと、ね、すぐ忘れちゃう。ショットね、うん、これショット、あ、前のね、お父さんショットですよね、うん、スタッズの HTC コラボでしょ、うん、で坂本 D 今仕事してますけど、あれもショットワンスター、僕にもいましたよね、ちょっと坂本 D の影に隠れちゃった、うん、そうそう、あ、ショットワンスター、それも、あとバスコのバッグ持ってね、おお、すごいね、うん、そう、あとはライダースだとどの辺が多いですか、あります、あとはダブルヘリックスですね、うん、あ、ダブルヘリックス、はい、はそうですね、ライダースだったら多いですね、ダブルエリクスもいろいろ出してますもんね、そうなんですよ、 A2 みたいなのも出してますね、うん、はい、ちょっとあのローグスでは、A2 タイプは、まあ、バズ主流にやってるんで、うん、あえてセレクトしてないんですけど、はいはい、やっぱりダブルヘリクスさんだとあのライダースと、うん、あのカーコートがやっぱり有名ですね、うんうん、はい、カーコートは今日は、うん、今日はおられないですね、うん、はい、まだちょっとあったかい、まだそうですね、うんうん、もうちょい12月ぐらいに入ると、はい、うん、そうか、だからね、あの本当そういう意味では、うん、カーコートなんか入ってくると、うん、ちょっとね、違いが分かる男みたいなね、うんうんうん、ちょっとみんなと差をつけようとしてるこのアピール度が変わってくるよね、うん、でまたちょっと格好が変わってきますからね、やっぱりね、そういうのは。でもね、ライダース、俺知ってんだ、ライダース好きな方、うん、いっぱいいるけど、うん、もうね、そこはね、魂のジャケット
ったから、うん、ライダースって、うん、ライダースしか着ないんだよ。いくらカーボート進めても、まあ、俺には関係ねえってなるのがライダースの方、うん、あ、生き様系だからね。あれは生き様なんですよ。大体そんな感じ。うん、なんかね、分かる。行ってシングルのライダースも。そうそうそう。行ってシングルのライダースまで。もう、もうライダース、俺はライダースラバーだーっていう人は、うん、G1 何それみたいな感じになるんだよね。うん、はい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 。でも意外と G1A2 の方はライダースも着るんだよ。うん、それはあります。そうでしょ、うん、それはあります。俺ね、心理学専攻してたのスポーツ心理学。そうそう、うん、それありますね、うん、なんなら革のベストもチョイスされるぐらい。革のベスト、うん、はい、おーぐらい。そうか、そう、革のベストなんかログスさんどうですか、やってるんですか。ツーモンキーズのさんのね、ええ、革のベスト、はい、かっこいいですよね。ボタンの上までいっぱいついてるやつね、うん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 、はいはい、あれはいいですね、はい、うん、ちょっとでもライダース着る人はイメージわかんないかもしれないですけどね、うん、はい、あれはかっこいいですよね、クラシカルで。いや、いいと思う、クラシカルでね、はい、うん、ローグスさんってすごい面白いチョイスがあって、うん、さっき奥で見ててさ、うん、俺あんなの初めて見たんだけど、タンカースジャケットわかる？わかるよ。の袖だけ革だったっていうのが奥にあったの、うん、そんなのあんの？そう、そうなんありました。あれ店長覚えてない。はあ、あれタンカスだよね、奥にあったの。あれナイジェルかな。ああ、ナイジェルのやつね。ナイジェルね。はい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 、はい、スタジャン、一瞬スタジャンにも見えるし。スタジャンっぽいですよね。だけどタンカスなんだ。タンカス。でもあれタンカス。ちょっと後で差し込みが。そうですね。タンカスだけじゃないんですけどね、あれいろいろ詰まってるんですけど。うん、あ、そうなんだ、はい。なんか一見タンカスみたいなリブ襟で、うんうんうん、ファスナーなのに。ここが袖なんか。なんだこれと思って。面白いの扱ってんなぁと思って、あれかっこいいですね、うん、そういうのかっこいいな、うん、そう、うん、いやだからね、うん、今日はここに来たのはお客さんに会いに来て、うん、俺別にローグスさんの宣伝をしに来たわけじゃないっていうことをね、うん、え、それもあるんですよね。え、それもあるんじゃねえ。言っとかなきゃいけないんだけど、もうズバリこの秋冬ローグス一押しの革ジャン、はい、どうぞすごい振りですね、うん、最後どうぞ。いや、全部おすすめなんですけど、またそういういい、うん、あのメーカーの人の顔見ないでいい、うん、はい、ちょっと今年は本当に僕ら A2 すごくプッシュしてます。で特にこのハンドペイント、この辺はね、で、まあ、これすぐ在庫なくなっちゃうやつでしょ、うんうん、いいんです。いいんですか、はい、もういいんです、うん、数もそんなに仕入れてないんですけど、はい、この辺はもう今年だけのやっぱり、うん、やっぱりその1年だけのスペシャルアイテムなんで、はい、こう無地もね、もちろんソリッドもいいんですけど、はい、こういうハンドペイントのものがちょっと今年はプッシュしていきたいなと。おう、はい、うん、でこれ、はい、ハンドペイントのものって着ていくとむちゃくちゃかっこいいじゃないですか。わかる、擦れて、はい、めちゃくちゃかっこいいんで、ね、なんかその辺のね、うん、イメージを伝えていけたらなというふうに思ってます。今ね、ふらっと入ってきた方、うんうん、一人カスタムエーツいた。いた、いたでしょ。ちょあれね、いい打つってカスタムエーツ、カスタムA2の人がね、何にも聞いてないから、はい、何のことやらよくわかんないけど今入ってきた。ちょっと見せてくださいよ。それ背中は入ってるんですか。あ、第8空軍。お、あ、いた、かっこいい。これ30周年の限定アイテムですよ。去年のやつだ。はい、あー、おー、なるほど。いました。はい、はいはいはい。この僕の振りをね、実は僕先輩なんですよ。なんだそれ。いや、びっくりしました。できれいっす、これ。いやいや、入ってくるタイミングよかったよ。びっくりしました。あ、そういうこと。はい。いやいや、びっくりしました。たまたまですよ。そうなんです。いい、はい、でもね、びっくりしました。はい、そう、確かにこれね、はい、まあ、はっきり言うと、うん、メーカーもそんな数作れないんだよね、はい、これだって全部手で書いてるから。そうなんですよ、うん、だから一個一個個体差あんだよね、うん、そこも面白いんですけどね、はい、そう、この間レザーズデーで大人気だったね、うん、ハンドペイント考えてみたらですよ、一番ハードル高いけどね、うん、本当は。確かに、まあまあまあ、だけどそこがまたロマンじゃない、うん、はい、そう、かっこいいからね、うんうんうん、っていうのはね。だから、なんかスカジャンを着る感覚で、うん、こう背中になんかこうアートしょってるみたいな感じでね、うんうん、いいっすよね。すっげえいいと思う、むちゃくちゃかっこいいと思います、うんうん、そうなんです。あ、やばいっす、 あっという間だ。もう時間来ちゃったよ。なんでだ、はい、時間来ちゃうんだよこれ。そうだ、そうだ、30分しか撮れないんだもんな、うん、これ、うん、そう、あ、カメラ止まっちゃうんだよこれ。あ
自動的に30分で。だから最初からテーマ決めてやろうぜとかさ、いつも話してんじゃないですか。かなりいい話できたよね。話しながらテーマ決めるからこんな風になるんだ。確かに。ケツがさ、ギュッとなっちゃう。これほんまに台本ないんやなと思いましたもん。ほんまに。打ち合わせもほぼなかったからね。はい。でも分かったことは一つ。ローグスさんでは、今年の秋冬、ハンドペイントの A2、バリ押しです。はい、バリ押しです。かっこいい、はい、ぜひ試着だけでもしてね。そうですね、あの俺には関係ないと思ってるライダース勢の方々にね、うん、ぜひね、試着してもらいたいね。新しい自分を発見できるかもしれないから、うん、試着、まず試着ですよね。まあ決めつけてますけどね、そうじゃないかもしれないですけど、ね、もうこっちの人たちはもうライダースしか愛さない人って決めてますもんね。そうそうそう、心の中ではそうじゃないんやけどなみたいな、はい、じゃあ試着してもらいましょう、はいはいはい、そうですね、はい、ということで今日はね、本当、遠くから、うん、一番遠くから静岡、はい、岡山、いろんな、我々東京、一番遠いじゃないか、はい、そう、一番遠いよね、はい、一番遠くから来ちゃったけど、はい、ということで、はい、皆さんちょっと革ジャンね、はい、ボトムもいろいろ考えながら楽しんでいただければと、そうですね、思います。ありがとうございました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 。ちょっと、もうちょっと拍手しといてね。もうちょっと拍手して ありがとうございます。過去最高人数はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こういう映画の試写会の CM あるよ、はい、確かに